鈴木フロンテ、鈴木アルト、マルチ800、マルチ800とは、インドでの鈴木の乗用車生産販売士会社マルチ、鈴木インディアが生産していた小型車である。1983年12月から、生産開始。ベースとなっているのは、初代が5代目、鈴木フロンテ、および初代鈴木アルト、2代目が6代目、鈴木フロンテ、 および二代目鈴木アルトで、特に二代目モデルは20年以上経っても、基本設計は変わらないまま生産され続けた。800は1台20万ルーピーで、タタナノの登場まではインドで一番安価な自動車だった。その低価格を売りに、インドでは爆発的なヒットを記録した。2004年のマルチアルトの登場まではインドで一番売れた自動車だった。その後インドだけでなく、 バングラデシュやスリランカなどの南アジアやチリなどの南アメリカにも輸出された。エンジンはアルトと同じ直列3気筒エンジンだが、排気量は 800cc にまで上げられている。駆動方式は FF で、トランスミッションは4、5速 MT。コストダウンのため左側のミラーがないモデルもある。2005年にはインドの BS3 排ガス規制に適合したモデルが発売され、 2008年には LPG を燃料とするモデルも発売された。しかしながら、BS4 イガス規制への対応はコストがかかりすぎることを理由に断念され、2010年4月から BS4 が適用されたニューデリー、チェンナイ、ムンバイ、コルカタなど13の主要都市では販売が打ち切られた。2014年1月18日、グルガオン工場にて最後のマルチ800が ラインオフし、31年の歴史に幕を閉じた。インド国内での累計販売台数は250万台以上に達した。スペアパーツについては8から10年間提供が保証される。なお、2012年10月には後継モデルとなるマルチアルト800が発表されている。ありがとうございます。